た新しいワールドに着いたぞ。わあ、ここすごいな。マグマがあったり、あ、金のリンゴもある。それで私が金のリンゴを奪えるわ。10年早い。うわ、キラーバニーが喋った。待ってよよ。はい、こんにちは。わーちゃんのるまはらです。今日はこちらですね。うん。レゴマインクラフトのザ・スカルアリーナです。はい、レゴマインクラフトの新シリーズの何本目かわかんないですけど、ザ・スカルアリーナ、ドクロアリーナですね。はい、ちょっと今回に入ってるミニフィグも違うので、作るの楽しみですね。はい、じゃあ早速作っていく前に、5分の5秒間、この間にチャンネル登録がこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということでこちらがレゴマインクラフトのザ・スカルアリーナ、ドクロアリーナですね。うん、これ面白いね。そうだね。ここにね、ウサギじゃないんだ、ドクロなんだね。うん、ドクロがあって、でここにウサギがおりますね。なんか目が赤いね。目が赤いの、うん、で後ろにチェストがあって、チェストの中には弓と盾が入ってますね。うん、はい、で両側にこれミニフィグがあるんだけど、これね、今回プレイヤーなんだって。ああ、もうスティーブとかアレックスじゃないんだ。そう、プレイヤーって名前で入ってましたね。うん、要はこれスキン変えたタイプ。そうだね。うん、それか別モードのやつだね。うん、うん、ここに金のリンゴがある。そう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 、これを奪うためのバトルフィールドみたいなやつだね。そうだね。でここには黒曜石がありますね。うん、はい、なんとスライムがくっついてんだって。これスライムなんだね。うん、で後ろのね、このレバー、これを押すとスライムが発射すると、うん、こうやってここに来て、うん、取ろうとした瞬間にスライムがバーン。そう、こんな感じだね。うん、でこちら側が緑色のフィールド、うん、こちら側が青色のフィールドになってますね。そうね。ここにあるのがこれドクロの目みたいになってるところ、これ、うん、これはね、治癒のポーションが入ってるんだってさ。あー、ポーションなんだ。そう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 。はい、ミニフィグ見ていきましょうか。ミニフィグはこんな感じだね。こちらのプレイヤーは金の剣を持ってますね。うん、でこちらのプレイヤーは金の斧を持ってますね。金の装備だ。そうだね、両方とも金装備。はい、そしてこちらがキラーバニーだって。うん、別名殺人ウサギ。ねえ、ちょっと怖い。目が赤いのはそのためだったんだね。うん、これキラーバニーってのがいる。キラーってすごいね。スポーン。さあ、新しいワールドに着いたぞ。わあ、ここすごいな。マグマがあったり、あ、金のリンゴもある。あのウサギは何だろう。じゃあとりあえずあの金のリンゴをいただこう。スティーブー。ん？誰？スティーブー。ここだ、スティーブー。え？私、アレックス。え？アレックスって女の子じゃなかったの？え？女の子のスキンは使ってたんだけどね。今このスキン使ってるの、女の子だよ。うっそーん！金のリンゴを先にいただくのはこの私だわ。いや、僕が先に見つけたんだよ。いやいや、私だって、私が先にいただくんだから。違うよ、僕だよ。僕が先に見つけたんだよ。私が先にいただいちゃうわ。あーあああ、うわ、罠があったなんて。それは私が金のリンゴを奪えるわ。10年早い。うわ、キラーバニーが喋った。待ってよよ。あれ、罠で自滅しちゃった。ラッキー、金のリンゴゲット。あー、疲れた。さあで帰ろうっと。よいしょ。ギャー、結局こうなるのね。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・スカルアリーナでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。